こんにちは、あかりです。今深夜2時ぐらいここで寝落ちしてしまいました。ニッシャルダン、お腹が減りました。多分生理前でマジで腹減ったんで、今から最近爆食してなかったからさ。ね。ちょっと、コンビニ行ってきまーす。おはようございます。帰ってきたけど、カラコン入れさせて。カラコンないとおかしいんだから。やっぱまだ、並んでは動画撮れないんだから。あ、ほら、かわいい。今日は、カリカラコンのピンクつける。ゆき？これで食べよ。でん。豚タック。炒め麺。味噌煮食べたいよ。でん。お玉様。照り焼きチャンネル大好きなの、私。私これだけだと辛いから生卵入れて甘くしないと食べれない。甘口なの、うまそう。4分待ちます。お腹すいた。作ってるさ時間さ早く口に入れたいってなる。でここに卵を入れる。最高。これね、大好きなんだよね。ポテチ。大好きカレーのナン。八天堂？八天堂？やはりこ。生カレーケーキ。ポロチキンみたいな名前のやつ。今日は、生理前爆食だ！イェーイ！ちょっとまず最初に、一番食べたいものを食べていい？アイスを食べたいんだ、私今。喉を潤したいし、アイス全然最近食べてないんだよね。1ヶ月ぐらい食べてないから、まあ、順番は逆なんだけど、アイスをとりあえず食べさせてください。夜中に食べるアイスうまいよ。スープ店でございます。いつもね、バヤソンだけど、ゆるバヤシ、今日は。チョコアイス、いただきまーす。めっちゃおいしい。うまっ。1ヶ月ぶりに食べたからアイスというものを。フルーツとかのカロリー低めのやつは食べてたけど、がっつりとしたアイス最近食べてなかったからめっちゃ甘く感じるわ。早速本題の食べ物たちに入る。水。じゃあまず具だく。卵入りの具だく。食べたら太る。でも食べたい。食べたら太る。でも食べたい。いただきます。これどうやって取ればいいんだろうね。美味しそうに写した。卵一つ入れても辛い。けど美味しい。なんか癖になる。食べたことない人いる？めっちゃ美味しいよこれ。めっちゃ一口さ、取っちゃったから吸い切れなかった。これぐらいじゃなきゃいけないんだよね。麺は吸い切らなきゃダメなんだから。生理前爆食に関しては絶対に体に悪いよねっていうのをメインに選びました。なかなかさ、この年になってさポテチとか食べなくない？誰かとお泊まりした時とかしか食べなくない？修学旅行気分みたいな時しか食べないじゃん。けどポテチってうまいよ。いただきます。じゃがりこもおめでとうございます。じゃがりこの中でたらこバターが超好き。キャンキャン。今ちょっと食べただけですぐ眠くなる。生理前ってさ、なんでこんなに眠いんだろうね。えげつなく眠くない？私の体どうしちゃったの？なんかさ、毎月毎月起こることだからさ、慣れるはずじゃん。けど毎月忘れちゃうんだよね。生理の前の PMS みたいな感じの感覚を。毎月起きてるはずなのに、来たら来たで忘れちゃう。明日お寿司食べに行くんですけど、その前にこんなに爆食していいのかしら。これも食べまーす。ファミマのなんだっけみたいな名前のやつでした。いただきます。うんー、おいしい。
うん、うん、うん、やばい、これうまいわ。やっぱこういう唐揚げ系美味しい。なんかマジで4月は最初ら辺爆食してて、ディズニーの爆食とか出したじゃん。あれ4月前半ぐらいまで撮ったのね。だからダイエットが少し終わって、まあちょっと太ってもいいかなみたいな。ちょっとなんか体重増えてもいいかなみたいな時期に結構爆食の取りだめをしたのね。もう今しかないと思って、めちゃめちゃ食べたの。で、戻ってもいいと思って食べるんだけど、食べてちょっとやっぱプニッとしてきたらめっちゃ萎えるっていうね。何これもう辛い。実際ちゃんとプニプニしてきたら、これ食べまーす。バターチキンのカレーのナン。私ナン大好きなの知ってた？動画でそんな食べたことないけどさ、ナン大好きなんだよね。いただき。うん、うん、なんかナンのこのもちもち加減なんだろう。ナンだけなんだろう、なんかさ、何にもないこのナンの感じとインドカレーみたいなのがめっちゃ好きなんだよね。だから普通にウーバーイーツとかでもインド料理めっちゃ頼む。あとラッシーとか大好きだし、マンゴーラッシーとか知ってた。これだからコンビニとかのナンもなんか意外に好き。でも久しぶりに食べた。もうなんか全部とにかくこれ食べ。今年のさ、夏はさ、マジでめっちゃ遊ぼうと思ってさ、毎年行ってんだけど、今年こそは、絶対うちは、プール行く。去年行けなかったんだよね、確かプール。だから今年は行きたいな。バーベキューもしたいし、プールも行きたいし、今年花火大会あるかな？今年のさ、海外とかもさ、ワクチンとかのやつ解禁されてさ、めっちゃ行きやすくなったじゃん。海外も行きたいし、いろいろ行きたいとこある。26になってさ、マジでさ、今しか出れないんじゃないと思って、出れるうちに出とかないとね、どんどん遊ばなくなるから、魅力的にも。だからマジで私はめっちゃ遊びまくる。遊びまくるし、 YouTube をめっちゃ頑張る。これ平らげよ。ブラック。てかさ、ジムをさ、ずっとサボってるわけ。ジムじゃなくてさ、ピラティスだっけにしよっかな。どうしよっかな。ちょっと飛んだ、飛んだ。え、やば。これね、カロリーいくつだと思う？これめっちゃカロリー高いね。470キロカロリーあんの。めっちゃ高くない？麺ってさ、いくらでもすすれるじゃん。なのにさ、カロリー高いの意味わかんないね。何の話しとったっけ今。あ、ピラティスとジムだ。どうしたらいいと思う？運動しずに普通に痩せたいよね。絶対うち表活動やってなかったらブクブクしてやってると思う。だってもうスキビとかいて甘やかされて、全然太ってないよ、全然可愛いよみたいな感じ言われたらさ、普通に太るくね？普通に甘やかすよね、自分のこと。しかも、お互いめっちゃ食べるのね。私と同じくらい食べるから、マジ負けてらんねえってなっちゃうんだよね。うち、誰かと食べるときにさ、競い合っちゃうんだよね、自分の中で。悔しいみたいな。私めっちゃ食べるよとかさ、俺めっちゃ大食いでよとか言われると、大したことないでしょって思っちゃうから。やっぱ外食とか行くと、一番食べちゃうの。なんかこう、ピザとかこうやってあったとするじゃん。みんなでこう、分け分けしようみたいな感じでこう、あったとするじゃん。で、あれさ、みんな一切れずつ食べるじゃん。最初はね。で、あと何切れか残ったときさ、どうする？食べる？食べない？そこで食べない人は、我慢できてるのかもしれない。うちは、食べちゃうの。だって残ってるんだもん。平らげたくない？美味しいものが目の前にあったらすぐに口の中に入れちゃう。やめたい。でもやめれない。だって美味しいんだもん、ご飯って。なんか今日中身ないよね、話。でも夜中だから許してほしい。このブルダックってふわふわしてんの。なんだろう、このソースが麺と絡んでこってりして見えるでしょ。なんかふわっとするの、口に入れたら。まろやかなのね。他にもこれブルダックいろいろ種類あるんだけど、これの食感がめちゃめちゃいいの。もうこうやって太る食べ物が一番うまいんだよね。うん、この連鎖なんだけど。カレーはーい。だから水は必須。
なんで生理前ってお腹すくんだろうねっていうさ、根本の話に戻るけどさ、なんでだろうね。お腹すかせるわけじゃん、体が。お腹すいたよって欲するわけでしょ。で、その指示の通りにうちらは食べてるわけ。お腹すいたって言ってるから、体が。だから指示通り食べてるわけじゃん。けど、太るってさ、意味わからなくない？太らせるための指示なのかな？普通に疑問になってきた。なんか脳に疑問を感じてきた。ブラック食べきりまーす。店の流れが早いわ。だってもう2時なわけじゃん。もう2時半、2時。もう3時、3時前だけど。もう時の流れが早く感じないですか？大人の皆さん。こんなに早いの？だってもううちもうすぐ27だよ。今年半分終わる？あとちょっとで。どう思う？マジで。なんでこんな早いんだろう？子供の時全然こんな早く感じなかったのに。いいのかなって思っちゃうな。このままでいいのかなみたいな。このままで6月を迎えていいのかな。このままで27を迎えていいのかな。26何ができてたんだろうみたいな。口がすばヒリヒリするし、鼻水出る。うち、辛いもの食べると鼻水めっちゃ出るんだよね。このままでいいのかな？私って。このまま生きてていいのかな？だから時間は大切だから、楽しまなきゃって思うんだけど、楽しめてるのかな？いや、もったいないよね。思うわ。もう突然明日ないですって言われたらさ、何する？明日来ないですって言われたら、とりあえずいっぱい食べるじゃん、こうやって。え、もう後悔しかなくない？え、もっと遊んどけばよかったって。そうだから、もっと遊ぼう。おめめ。でもどう遊べばいいんだろう、26歳の悩み。遊ぼうって言ってて、どうやって遊べばいいんだろう。海外旅行行くとか、やっぱそれでプール行くとか、なんかそれだけで足りない感じする。みんなどう？なんか若い時の遊びはいろいろあるじゃん。男遊びとかさ、男遊びとかなんか男と出会おうぜみたいな遊びしなかった？うちはめっちゃしてたんだけど。めっちゃしてた。男と遊ぼうぜって言って、実際男と遊ぶかって言ったらそうじゃないけど、女友達と男と遊ぼうぜみたいなで、なんか集まるみたいな。でもさ、26ってさ、どこ遊びに行くのっていう会話とかさ、よくするじゃん。けどなんか、どこ遊びに行くんだろう。家とか、カフェとかってならない？これ食べたいんだよね。これはマジでうまい。本当におすすめ。だけど、こっちを食べたい、今日は。こんな感じだから。素材本来の味わいと、口だけにこだわった、八天堂のクリームパンです。八天堂だ！八天堂のクリームパン。で、抹茶。美味しそう。あ、なんか、プルプル？プニプニ？プルプル、プニプニなんですけど。いただきまーす。とろけるじゃん。なにこれ？めっちゃ美味しい。知らなかった、これ。超美味しいんだけど。やばい。これやばい。マジやばい。めっちゃ生地がふわふわで、口の中でとろーってなる。で、抹茶のクリームが、液状かなり。とろけちゃうよ、口の中で入れたら。めっちゃ美味しいんだけど。みんな食べてみてほしい、これ。嫌なこと忘れるよ。やばい。ねえ、マジ今日眠すぎて、会話ぐちゃぐちゃだけど、ごめんね。ただ美味しく、私がチートデイをしたよって感じだね。なあ、今日ぐらいは一緒。食べ過ぎが連続しなければ、そこまで太らないか。大丈夫、大丈夫。ということで、もう眠いので、寝まーす。おやすみ。チャンネル登録とグッドボタン、よろしくね。また、次の動画で。バイバーイ。